大型休憩所の中のコンビニ、ローソンという形でやらせていただいてもらってます。あったかいおにぎりを売ってあげたりとか、あったかいコーヒーとか売ってあげたりとか、そういうふうにやって私が入るについて一生懸命働いている方に対してこうサポートできればなとは思ってますね。食堂運営のマネージャーの補佐をさせていただいております、はい、温かいものを温かく、冷たいものを冷たく提供できるように心がけております。ゆったり座ってテレビを見ながら落ち着く環境ってなかなかないと思うので、ホッとされる環境なのかなとは思いますね。池州構内での、自家用給油所っていうところで構内の、車両への燃料供給、震災前からここの中で作業をしてましたので、この廃炉の作業を縁の下の力持ちっていう形で携わっていきたいと思います。